さんこんにちは、髪の毛モーターズのさよです。ひろです。今日はなんとご褒美企画です。やったー。私たち車業界はですね、あの1月から3月までが繁忙期となっておりまして。そうなんですよ。採用も忙しかったんだ。めちゃめちゃ忙しかった。雪見がもう心らじゅう。ほらだいぶ綺麗やん今日。4月に入ったからこっちに来た逆に。こっちに移った。ゆったりのんびりと今日はご褒美企画で癒そうっていうものになっております。やったー。はい、名付けて新型プリウス燃費検証、大阪市内から約30分で行ける行き出し1泊2日女子旅。やったー。久々のドライブ。温泉宿不使用閣旅館を中心に周辺で楽しめるスポットも一緒にご紹介し、美味しいご飯にゆったり温泉、不使用閣旅館をしっかりゆっくり楽しんでいくという企画となっております。もちろんこの新型プリウス、これ乗ったことないでしょ。ないですね、うん、今まで一応内外装と走行レビュー過去動画でやってるんですけども、今回はもう初めてこの日野さん、そうですね、がしっかり走行レビューと後席の乗り心地、うん、あとは収納ですね、旅行の高グッズとか積んだ時の収納力っていうのもレビューしていきたいと思います。さらに今日はゲストお呼びしております。どうぞー、リカくん。保健部のリカくんです。保健部です。あの部署移動前の部署を言いました。温泉旅館にレッツラゴー。荷物を積み込んでいきます。一泊二日やからね。そうやね、だからめっちゃいっぱい。あ、今もう変な筋行きそうやった。おー、すごい、ストランクが、ま、全然余裕。全然余裕や、すごい。いけるかな。あ、意外と意外と余裕ですね。はい、ちょっと見て、めっちゃ深いもんな。おー、心配や、ちょびっとしかないやん。いけるかな。シートポジションとかもじゃあしっかりやってもらって。シートポジション、これか。お、すごい、電動すごい。ここ軽自動車しか乗ってない。乗ってないですね。それはもう全然、うん、いい感じですね。見て見て見て、めっちゃ近い天井。これ電源入った。入った。静かー。というか、超目の前にさ、してるわ。レーダーも今日はつけてますんで、ティーズさんのやつ。先長いもん、ボクシーとかより。全然見えてない。一応デジタルインナーメラーついてますんで。50分。運転しやすいで行こう。それでは出発していきましょう。これどうやってやるの？まず D にできない。何？誰？何？これどうなってんの？ブレーキ踏んでるやんな。踏んでるよ。横にしてかないと。そう。わかんないわ。え、サイドブレーキは大丈夫。怖いんだけど。これあるから、ちゃんとこれ。あ、ほんまや。すっげすげ。軽いよ、プリウスだいぶ。うん。皆さんが出発するのに9分8秒かかりました。思ってるよりは見やすい。というか、座席を上に上げたらすごく見やすい。これでもリカ運転怖いと思うよ。何これ、後ろどうなったの。これ何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 、今の。前の車近くなったりしたら多分そういうの急に言ってくるの。やば。結構もう乗ってる人のアシストが手厚すぎて信じてないんよ。でもそういうやつに限って意外とな、うん、決定的な時にこっちに転倒してくるから。お腹空いてきた。お腹空いてきた。私コンディション最高。私ちょっと便秘気味やからコンディションちょっとずつ、今日はじゃあちょっとずつ出していくってこと。ハンドルヒーターまであるのこれ、うん、ハンドルヒーター、自動駐車もある。自動で自動駐車絶対やろな。自動駐車絶対やろな。今日の、うん、ラインナップとしましては、まず、銀座にて海鮮丼ランチを、そして、うん、さつき山動物園、そのままさつき山ドライブウェイに行ってちょっと景色見て、でカップヌードルミュージアム、後ろ全然見にくいこの車。不使用閣の流れになってます。レギュラーこれ。レギュラーやろ。実燃費しっかり計測していきましょう。おう。うん。刺したら、動く。賢い。ちょっとプリウスアンチやったけど、結構好き、今。リカくん、だって初めてじゃない？この3人で行くっていうのが。そうですね。うん。一応、愛車はタフト。はい、愛車タフト。好きなことは、ジャニーズ。この3人で住んでましたよね。めっちゃがめっちゃがでしたね。めっちゃがカーテンないから外からは丸見えない。っていうかみんなさ顔も洗ってないし、そうそうそう、テカテカの状態でさ、営業終わったその女の子たちって本当男よな、あれは男子寮やった。22歳23歳とかピチピチやった。大人や、大人になったね、マジで。
待って。特製。めっちゃ。あ、すごい。すごい。え、ゴリゴリやん。何種類ある？分からん。エビフライも来ました。でかい。ザ。めっちゃ美味しい。もう断面見せてくれ。今あのモーターはパワーモードで走ってるよ。え、うん、今までエコドライブだったのに、そうなん、パワーって出てるわ。ここです、ここです。あ、すごい、想像以上にすごい。え、何、めっちゃ綺麗。おお、さすがのプリウスもブワーンって言ってる、うん、後ろどう？え、いい感じですよ。足元も全然広いしな。ちょっと広いですね。セダンって狭そうやけど、そんなことないの？全然狭くないです。あ、はいはいはい。座席が低いから。取りにくいと。取りにくい、これはすごく。ドライブウェイのふもとに、さつき山動物園があります。なんかおる！あ、もうすでにちょっと苦手。え、はいはいはい、挨拶して。すごい、怖い、怖い。エミューって。エミューって。こういう感じなんや。エミュー葉っぱ食べてる。葉っぱ食べてる。でいいの？葉っぱ。昨日もうちょっと近づいてご挨拶したら。いや、なんかちょっとそれ美味しくないし、栄養はないだもんで。何これ？何これ？わらび。わらび？すごいやん、めっちゃ綺麗やな、ここ。虫虫っぽいやん。いるいる。あれ？埋もれてるやん。穴掘ってるわ。減ってるよりでかない。でか。こっち向いてくれへんのかな？わらではないな。次はカップラーメンミュージアムに行きましょう。運転はこちらのボタンですね。お、開始押すと前進。そこ止めてよかったっけ？いや、あ、ここ違う。絶対ちゃう。足がある程度近づいた状態にしてあげたら。もうここまで来たらみたいな。さらに、こう。いや、もうそこまでやったらな。これで。こっちちゃん。もう全然違う。はい。繰り返し。前進します。え、どうする気なん？え、どうする？あ、おお。あ、怖い！横レクサスだからね。すごい。え、大丈夫？いけてる。お、こういうそこでやるやつじゃなくない？あーあー、中止。うわ、やば。じゃん。ちいかわです。ちいかわやん、めっちゃかわいい。視聴者様プレゼント、サイン入りカップラーメンです。ここにももちろん入ってます。そしてなんと隠れサイン。ポケモンヌードルです。かわいい。同じ時間かけたと思われへん。やたら麺を入れるのではなく、麺にカップをかけてくるりと反転させて麺を入れていきます。メイドインジャパンでプリウスが7人。大阪、京都、神戸、奈良といった関西の主要観光地から車で1時間以内、自然に包まれた里山に立地する不死温温泉不死温閣。おお、すごい渋い。いるやん、渋い。ここだ。来ました。今からちょっとチェックインをしていきたいと思います。今回のレディースプランでは選べる色浴衣貸し出しサービスがついてます。ちゃんとそれぞれのイメージカラーを選びました。そうですね。おー、おー、開けちゃって。おー、和風。すごい。旅館や。和風だった。
怖い。和室なんか洋室もあるみたい。私この露天風呂付きみたいな、なんかちょっとやらしいよね。やらしい宿泊する部屋はなんと露天風呂付き。外の景色を見ながらゆったりくつろげるのはめちゃくちゃいいですね。すごいいい。これ女子はいっぱいちょっとずつ食べたいから、ちっちゃいお皿いっぱいめっちゃ嬉しい、うん、これね、いいやったら洗うの大変やから、うん、今日お疲れ様会。お疲れ様でした、はい、ゆっくり楽しんで温泉入って、はい、疲れを癒してやっていきましょう、はい、では乾杯。乾杯。お疲れいいです。おー、うわ、あんまり飲みやすい。これお酒全然飲めないですけど、桜の甘いなんか、うん、めっちゃ飲みやすいです、これ。いただきまーす。いただきまーす。まず今、カゴ盛りの12種がまずこれです。うん、ラインナップは、カゴ盛り12種。これ、1人分。どうですか？いや、美味しいです。美味しい？ちょっとずつあるから、うん、いろんな味が楽しめる。うん。レディースプランでいただく夕食は、ゆるり懐石。量は少なくても、たくさんの料理を楽しみたいという女子におすすめです。ここからは、リカくんの美味しいゾーンです。美味しい。いただきます。うん、美味しい。うわ、やわらかい。ちょうどいい脂身というか。おー、豚肉と鶏肉です。この薬膳鍋みたいなやつ、肌にめちゃくちゃいいみたいです。あの、首にできたあざと顎ニキビを治すべくいっぱい食べました。うわー、おいしそう。どこら辺に豆ご飯超うまいよ。今から温泉に行きます。この後はついに皆さんお楽しみの大浴場シーンです。それではどうぞ。はい、大浴場です。伏尾閣さん自慢の天然ラジウム温泉です。春にはお花見温泉、秋には紅葉など、季節によって庭園を眺めながら入浴できます。二人とも疲れてたんかすぐ寝ちゃいました。夜一人で館内ブラブラ徘徊するの好きなんですけど、わかる人います？このエレベーターのレトロ加減もいいですね。いただきます。あ、おにぎりとご飯食ってる。おにぎり間違えた。納豆も食ってるし、すごいな。おにぎり取った。めっちゃ健康的やね。和食の量が多いの嬉しい。電話こんな、うん、今までしたね。めっちゃ美味しい。そうやって食べられる。小麦をね、立ってたんですけど、超美味しい。チェックアウトです。ついにめちゃくちゃゆっくりしたな。はい、久々のリフレッシュなあ。もう12時までね、チェックアウトゆっくりできるんで、めっちゃいい。こんなゆるい旅行あんまないで。ないでな。景色も綺麗やった。ちょ、近いもんな。帰ろうと思ったらすぐ帰れるこの距離っていう。そうそうそう。はい、一番良かったのは、うん、スタッフさんが上手。ああ。教育されてるし、個人もなんか、ホスピタリティ高いなみたいな。丁寧やったね、なんかね。うん。うん、
まあ、春がいい、いいらしい。お花見とか。あ、そうなんや。桜満開で温泉入れるらしい。今から、あの、箕面の滝に行って、うん、お猿さんが暴れ狂ってるということで。ここから30分ぐらいか。そうやね。ベチラどこ？わー、すごい。めっちゃ綺麗で。おすごい。思ってるより、ちゃんと滝やで。ちゃんと滝やで。赤の橋があって、あそこに猿がな。たまにほんまにチラチラいるね。あゆ。おいいね。ここであんなとこ始まるの。すごい。すごい。すごい。ダサい。出た。おこじょ、おこじょキャッツアイ。絶対そうやろ。聞いてくださいって。お、あ、すごい。今回、なぜここでカッピングをモリモリにしなかったか。うん、この後行く山本高品館で、プリンと、あの、ごっつい卵焼きのサンドイッチがあるんだけど、うん、それまで食べたいっていう。あ、またサンドイッチ。絶対食べたい。行く。もうええ、でも食べよう。日野さん、便秘なのにめちゃくちゃ食べようとしてます。美味しそう。よだれ？人種は知らなってる。でもこれほんまにめっちゃうまい。美味しそうやな。そばは冷たいのが好きでして。そうなんや。なん大根の量すごいね、うん、すごいですね。やば、美味しい。よかったね。めっちゃ美味しい。よかったね。スペシャルや。お付きください。ピザとおかけ。ちっちゃい時から。あ、なんか聞いたことあるそれ。で、お母さんに怒られてなかった。そう、半分食べて戻した時。あ、いやいや。生クリームなんだと思う。ほんまのやつや。フレッシュじゃない。私、小倉トーストって食べたことないよな、実は。うそ、愛知に住んでて、うん、そう。本当に、小倉トーストすごい、だから馴染みがある。山本コーヒー館でずっと食べたかった卵のサンドとプリンは、なんか別の店舗でやってたみたいで、なんか小倉トースト食べてますね。もうこれ、ちゃんと雑誌できるやん。いや、もうここ連れてきたらリカ君は間違いなく落とせると。そうですね。こういうところに連れてってくれる頑張るジャニーズの人待ってます。およそ300m 先左方向です。慣れたらめっちゃいいよね。いや、めっちゃいいよ。プリウス、私めっちゃ欲しいもん今。おお。帰ってきました。一泊二日してみてどうでしたか？もうすごい充実しました。楽しかったよね。本当にね。ゆっくりできました。はい、めちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございました。美味しかった。美味しかったし、楽しかったです。特に何が良かったですか？やっぱ温泉が良かったですね。温泉良かったですね。ご飯もめちゃくちゃ多くて、ボリューミーで美味しくて、何良かったですか？より近場すぎて、うん、走行距離今回全部で100キロ、うん、100キロやもんね。初めて運転してみてめちゃめちゃ運転しやすかったです、はい、めちゃめちゃ運転しやすい、うん、これはぶっちゃけボクシーより運転しやすかった、正直ガチで、ほんとほんとマジでマジで。今回の旅の流れ、はい、ぜひ真似してください。満足度めっちゃ高かったんで。新型プリウスの実燃費検証、お結果がですね、お実燃費23.5。おお、めちゃくちゃいい、はい、一応メーター燃費も20ぐらいだったので、うん、かなりやっぱり実燃費はいいお車です、うん、
近場でね、今回はちょっと大阪から30分1時間で行ける、あの、1泊2日、あの、ゆったり旅っていうスポットもご紹介したんですけども、新型プリウスもかなり燃費いいので、長距離でも星の子がいっぱいは、かなりおすすめの車種となっております。上岳モータースでも超低金利 2.99% で乗っていただけます。展示車もこちら、営業車なんで見ていただけますので、ぜひ上岳モータースでご購入をお願いいたします。お願いします。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。まったねー。あ、来た来た、これ、あの、健康、いたすごいね、ギュイそんな強いことあるびっくりすんで、とにかく。でもこれね、強さは真ん中とか。マジで弱い。もっと強く、今日にやってみて、今日に。え、これめっちゃ痛い、これ。今日。めっちゃ痛い。今日にして、今日。今、今日にしました。怖い。ん？いや、今なんか動いてる、動いてる。あ、いったこ、中指、ゴリゴリで、ギュイって入れてくんねんか。痛い。いや、びっくりすんで、こう。こう、揉み返すとかじゃなくて、ちょっといじめられてもいい。こう、いててててて。Okay.